こんにちは。こんにちは。渡辺です。池田です。はい、ということで今日は今日はハーフアップアレンジをしていきたいんですけど、うん、ちょっと高さによる、印象見え方の違いをやっていきたいと思います。はい。で、高めにやっぱりこう結ぶというか、アレンジするとちょっと元気で明るいイメージに見えてくれると思うんですけど、で、低めにするとちょっと大人っぽい雰囲気になると思いますので、はい、よかったら皆さんちょっとシーンに合わせてやり方は同じなので、高さの違いをぜひ参考にしてみてください。はい、それでは動画スタート。はじめに耳下の位置で V の字に取ります。まず上の髪の毛を2つに分けて3回握っていきます。耳たぶより下の位置でゴムで結んでいきます。サイドの髪の毛をさっき結んだ上で結びます。結んだ髪の毛をくるりんぱします。くるりんぱの部分と表面の部分を軽くほぐしていきます。ゴムの部分にヘアアクセをつけます。高めの位置の時は耳より上で取ります。はい、ということでお疲れ様でした。はい、で、高さの違いで結構見え方というか印象違うと思うので、それもよかったら皆さん参考にしてみてほしいなと思います。まあだから高さ上だったらちょっと元気っぽい感じ、はい、元気っぽいと若い感じがいい。そうですね、元気でちょっとなんか若々しいよねみたいなイメージで、で低いとちょっと大人っぽく落ち着いた感じの印象になるかなと思います。まあ服に合わせてもいいよね、はい、なので、よかったら参考にしてみてください。この動画よかったらいいねボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。皆さんさよなら。さよなら。